どうもスローマンでーす。よいしょー。で、今回はついに深澤達也の食べたいものを当てろをやります。やったぜ。よしよしよし。まあ、こちらではね、あの広東料理を中心にね、はい、本格中華をリーズナブルなお値段で楽しみますということで、はい、ちなみにあの中華料理の魅力、中華料理、なんか普段なかなか食べれないところがなんか魅力じゃないですか。なかなか中華に行くって機会ってなかなかあんまないと思うので、まあそういう意味ではやっぱ普段逆にメンバーでも行ったことないからこそ今日は来てみたいなっていう。逆にわかんないよね。いや、そうですよ、本当わかんないでしょ。せっかくね、こう中華に来たわけですから、これから天津の中からです。わー、天津6個の中から。はい、6個の中ですね。でも一発目ならこれだろうってことですよね。じゃないの、僕も一食目じゃない。まあ普通の人だったらね。そうや、言ったけど人の常識通用しないから。そうだよ。じゃあちなみにラーメン屋さんに行って俺が餃子食ってるとこ見たことある？ある。ない。でも頼まへん。確かにないわ。でもそれ、それ大、大、え、大ヒント。大ヒント。いや、だからこそみたいな感じ。今のはヒントじゃないんだよ。ヒントじゃないの今。どっち、どっち。いや、そう、せっかく中華料理に来たんだからっていうのはある、正直。ああ、はい、もう分かった。はい、はい、行こう行こう行こう。いや、信じるわ。ちょっと簡単すぎない今回。せーの、小籠包。あれ、はい、こっちが光るから。小籠包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 。焼き餃子。小籠包。はい。私が食べたいのは、はい、チャーシュー入りまんじゅうです。泣きやがって。おいおい、だってなんでよ、なんでよ。おい、やってんな。なんでよ。でも確かにラーメン屋行ったらこいつチャーシュー麺しか頼まないよね。あ、いや、これはもうそれとか、あれ一番ないと思った。いや、俺一緒でしょ。だって、まんじゅうだよ、まんじゅうだよ。お前はもうほんと合わないもんな。え、もう信じらんない俺さ。ね、これ、俺の回だよね。あれ、うーわ、めっちゃうまそう。これやばい。やばいよ。わあ。わざとらしい。下手くそか。めっちゃうまそうよ。ほら、うわ、おい、マジかよ。結構立派なまんじゅうです。まんじゅうじゃねえよ。すいません。いただきまーす。うまだ。どんな味するの？チャーチュー。チャーチュー。チャーチュー。え、具志堅用高。いや、あの、なんか俺が想像してたのはなんかよりも味が濃い。チャーシューの身っていうのかな、具がめちゃくちゃ味濃い。チャーシューの身。チャーシューの身は違う。でも実るんだよ。ゲームやりすぎだよ。多分木までいくと実るんだよね。あのね、すごい味がしっかりしてるのよ。だからやっぱ外と中のこうね。外。社員の区切りのためでも。外と中の何なんだよ。外ふわふわ。うれ。なんで耳のコメントしてる。ね、本当うまい。うわっ、うわ、一気にだまそう。うわ、腹立つその顔。ムカつく。この企画楽しいな。マジで。あ、じゃあ料理決めた。はい、早っ。どっから。デザート。おすすめ料理。来た来た。あ、もうこんなん決まってるよ。俺ももう見えるよ。裏も表もあるよ。こんなん見えやすいのがあるわ。お腹空いてますよ。空いてる、めっちゃ。あ、今のいいヒント。お腹減ってんの。減ってる。あえてやっぱ食ってきてる。俺もちょっと一択にかける。え、俺はもうね、これ見た瞬間からこれしかない、俺の中で。意外と偏食なんだよな。そうだからね。いや、もういけるよ、これ。もういつでもどうぞ。え、サクラ君のその自信なんすか。え、もうこれしかない。ちょっと質問いいっすか。いいっすよ。その、シーフードと、なんかこう、お肉系とか、あるじゃないですか。敵やで。なんか普段どっちの方がやっぱ食べますし。正直、肉のが食う。まあ、そうっすよね。でもなんか寿司屋とかよく行くじゃん。寿司は一人とかで行く。じゃあ、どっちだよ。じゃあ、多分でも俺、佐久間と一緒。もう多分。よし、俺しか、俺しかないから。せーの、ギラ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 。はい、光から。フカヒレスープ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 。牛カルビ肉と松茸炒め。はい、一緒。牛カルビ肉と松茸炒め。フカヒレスープ。フカヒレスープ。来た。え、俺合ってたの。なんかでもね、嫌な予感はするんだよな。俺を信じろ。お腹空いてんでしょ。これでマジで。じゃあ、俺が食べたいのは、深澤さんどうぞ。牛カルビ肉。
よっしゃ。だって俺お腹すいた言うたやなあ、ね、俺お腹すいた言うたよ。寝とないとな。お腹すいたらどれも食べるじゃん。いや確かに違う、結構俺だからがっつりお腹すいてるから、そしたら牛カルビ肉っていう方ががっつりしてそうじゃん。いや俺はね、ちょっと見てよ佐久間どうしたの、壁押してんだけど悔しすぎてこの部屋広くしようてかみんな本当に食べる気ある今日。いやあるあるあるよ。いやそれで言ったら俺今日毎仕事の時にあのお弁当とかケータリングありますけどどうしますかって言われて、俺いりませんって言われて本気だよ。開けてきてうまそう。いやじゃあうまそう、やべえ。じゃあ松茸いただきます。結構そんなでかい贅沢や。松茸だね本当にお前の好きだし好きな、うん、やっぱね、こう味がついてるの。ああもちろんこの何やってんの伸びるぐらいやってる料理って知ってるあのね味濃いのにコメント薄いおいや、うまい。いただきまーす。とっとけ。いや食うよ。うまいっしょ。うまい。うまい。うまい。どう二人は。どうどうどう。あシンプルにうまいね、うん、肉がやばいから、めめはどうなの。でも松茸の香り、うん、風味、風味ね、風味すごい、あの分かります松茸の独特な、あでも分かんない、食べてないもんだって絵がね、すごい鼻にね、それださ、そう肉、お肉とのその相性ってかどう。それは食べてみないと分かんない待って待って待って食リポ、食リポせじゃあ3個目どうですか、皆さんお腹は空いてる、ます、空いてるよ、まあ、え話聞いてたからさここまでで、ね、また食えてる。ただじゃあちょっとご飯系いきますか。やばい、来た来た、ご飯類で、僕はもう最初から決めてあるんで4つじゃあ候補出しますね。じゃあ、ね、1個目、カニ肉とレタス入りチャーハン、これじゃん。そして2個目天津飯、これじゃん。そして3個目おこげの五目あんかけ、あじゃあみんなあっちで。そして牛ひき肉とレタス入りチャーハンです。え結構さ、それはさ食べるのふっかは。ね、あいや食べないね。歌舞伎の時に結構チャーハン頼んでたイメージあったんだよね。待って俺一個絶対ないやつ発見した。何教えて。いや教えないっすいや俺でも終わって、俺分かった、俺ちょ俺は教えるでしょ。俺は教える。牛ひき肉がないんじゃない。 それいや分かんない分かんない分かんない。いやでもそれ分かる、ないかも。そう牛カルビ肉食った後に、そう牛ひき肉はないよね。そう牛牛のダブル牛はいかない。牛食うじゃんってなる。そうレンチャン牛はない。でもなんかそこまでの脳があるとも思えない。やめろよ。おいいじってるだろ。せーの、ごめんごめん。ヒカルから五目あんかけ、おこげ、カニ肉とレタス入りチャーハン、五目あんかけ、おこげ、カニ肉とレタス入りチャーハン、カニ肉とレタス入りチャーハン、おこげの五目あんかけ。うわ分かれたね。くっ二択だね。天津飯は食べあんま食べなさそう。いやそう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 。で牛はさっき食べた食べたからっていうで、その二択になったってことだよ、ね、さあその実態は私が頼む頼む、ガチでお願いします。ガチで頼む、カニ肉とレタスダメだ。イエーイ。よかったな、そこ食べてる。ありがとうね。もうそれ似たくなったな。いや、もういや俺あれ好きなんだよね、おこげだと。いや、俺違う、俺おこげは食べない。惑わされた。ちょっと待って、このチャーハンやばいわ。絵がうまそう。華やか。届きましたよ。じゃあ早速、うまそうじゃん。これはあれですよね、誰で食べれるんでしたっけ。じゃあ、私ちょっと。お前食うのかい。あ、ベル食えんじゃん。パラパラなんで失礼します。あ、すいません。逆に高橋で今貴族があの世界が天国でしょ。レンゲです。いただきます。うわうまそう。みたいな食べたぞ。本当にうまいやつ。めっちゃ顎出たもんか。あのね全部の素材の良さが生きています。さっきからそれしか言ってなくない？見てます。マリコさん見てます。なんかよく伝わんないんだ。本当にって思っちゃう。あのね、普通に食事だもんな。あでも本当に。チャーハン。香りやっぱいいな。食べたかった本当に。じゃあね。やばいね。こうやって分け合って食べれるのいいよね。うん。すごいね。これね。これこれ。コージ。キャベツもシャキシャキ。うまいねこれね。コージの食リポ。バーニーさんが。
え、どうだったさ、どうして、うん、こんな生まれたところもバラバラな、うん、この子たちがこの一つのお皿に集まってバラバラに一化され口の中に入れた時に合体をする。いい味を出して。食レポ。食レポでジュースの通りが生まれました。運命論語ってるから。はい、じゃあ4問目は、海鮮料理から。いや、もう正直この食べてない4人は相当辛くなりました。分かった分かった。もうきつい。海鮮料理っていうとちょっと枠が広いので僕4つに絞ってあります。それでは4つ発表します。中エビのマヨネーズソース、うわ、そしてアワビのオイスターソースに、カニ爪の衣揚げ甘酢添え、そしてホタテ貝柱と野菜の塩炒め。いや、はい、これ迷うの。え、その今だから選ぶ料理の、うん、のを顔でモノマネできます、うん、あ、お願いします。できる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 。まあ、モノマネ得意だからな。モノマネできるやってくれよ。あ、そっちか。バイオリン。ちげえ、なんでバイオリン。え、俺分かったよ。え、でも今の今の感じで今すぐ。お、分かった。いや、いますこれ。海にこちらの生物います。俺本当に分かった。でもさっきオイスターソース食べてるもん。いや、そう。え、なんででしたっけ。牛肉のやつ。だから多分それすごい助かる。でも味濃いのちょっと一旦いいかなみたいな、多分なってんのかなって思うんだよ、ちょっと。だからさっきはマヨネーズで、多分マヨネーズ食べようと思ってたんだけど、今ちょっと味濃いから塩もいいなって思い始めてる深澤達也がいると思うんだよ。じゃあせーの、エビ。はい、岩本さん。アワビ。カニ。アワビ。エビのマヨネーズソース。アワビ。エビのマヨネーズ。カニ。カニ。はい、私、俺が食べたいのは、頼む、アワビのオイスター。イエーイ、イエーイ、イエーイ。いや、マジで、飲まれてわかった。そうそう。え、だって顔、アワビの顔したじゃん。お前さ、何が何？エビの顔したじゃん。エビの顔やってもらえないじゃん。エビの顔お願いします。アワビ、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 アワビ。カニはちなみに。ホタテ、ホタテ、ホタテ、ホタテ。アワビよ。ほら、アワビ。アワビ、よっしゃ。危ねえ。結構危ねえ。やったけどな。うわ、うまそう。うわ、分厚い。牛タンみたいな。分厚いじゃん。超肉厚。うわ。え、それアワビ分厚ない？やばいね。うわ、揺れてる。うわ、海岸に戻ってった。実家。食べた方がいい、これ。わあ、食べる。めっちゃうまい。マジ？うわ、なんかこの反応違う、ね。まださっきと違うよ。マジでうまそう。めっちゃうまい。じゃあ、イカの飯食べようぜ。めっちゃうまい。これやばい、めっちゃうまい。なんか今回予想ヒカル君すごい言ってるじゃん。もう一人でインサート撮って一食目だもんか。そうだ。いや、まあね、じゃあ2個同時に行っていい？うわ、贅沢食いだね。うわ、超うまそう。うわ、行ったよ。マジうまいよ。マジのすけ。じゃあ麺食べちゃう。麺食食感がすごい。いただきます。はい、ゴリゴリしてる。あー、いいね。うわ、またなんかその新しい、おお、すごい、やばいっしょ。なんかソースのとろみ、新しい、なんかって、あ、弾力やばい。いただきます。弾力、噛めば噛むほど本当に味で、お肉みたい。皆さん、じゃあラストまでいきますね。最初のページをご覧ください。最初、一番最初ですね。あ、パンダ。そこにフカヒレっていうのがありますね。さあ、どっち食いたいか。見せて。二択？フカヒレの二択ってこと？そう。これの二択。うーわ。待ってサイズじゃん、違う。じゃこれサイズだよ、だって。普通か特大なんだよ。マジ？いやでもさ、わかんない。だから普通に言っていいのか、ここに来てるのこいつの。これもし俺間違えたら。なんか違うのが見えるのかわかんない。俺がどういう人かっていうところよ、普段の生きていく中で。俺がどういう人かってこと。どういう人かってそういうことっすよ。いや、違う。教えて。わかりました。何だから、これ、大きいか小さいか。いや、言ってんの。で、大きいか小さいかで、彼がどういう人か。あ、懐がってこと。うわっ。え、顔がじゃなくて、それ
それもで、だから俺、あそれも今普段の俺のこういうやつも含めてと、あと今まで4問のやつ、4問やりましたけど、それも踏まえてくださいね。じゃあ行くよ、はい、じゃあカメラ向かって懐で行くわ。大きいか小さい、はい、せーの、大きい。光るから大きい。大きい。小さい。小さい。大。大きい。大きい。大きい。私は小さい。イエーイ。言ったやん、めめ。俺だってお腹いっぱいだもん。そう、そもそも4つね、もう食ってんの。え、ちょ待って。お前、マジだけ。マジ。だって完全にさ、俺見てそうだもん。なんか、その懐とか、こう、フッカのこう抱えてるものとか、うん、そういう大きいもの、なんか、うん、とにかく懐が大きいし、優しいしって、こう結構真面目に考えたの。うん、小さいって裏切られた感じ。わかる、めっちゃわかる。いいやん。俺今日、一品も食えてる。あ、阿部ちゃんも、阿部ちゃんも。そんなことある。だってショッタなんかあれ前の現場の弁当食べてないのよ。キャパ開けてきてんの、うん、そうだよ、やばいよ普通に。うわうわ何あれ、テレビで見たやつじゃん。うわっ、お前いっちゃう、これいっちゃう、これいっちゃう、いっちゃう、いっちゃう、気をつけて。うわうわあ、ごめんなさい、コメントができないです。美味しすぎて。なんで今までも大したコメントしてる。できてねえ。なる、いっちゃえ、いっちゃえ。でもすごい、いつも通り。僕ね、フカヒレって初めて食べるんですよ。いいじゃん、初めて。いい経験だね。熱いよ、熱いよ。よかったよ、立ち会えて。うん、ありがとうございます。初めてだもんね、どんな感想が出てくるか。初めて。あ、思ったより魚。まあまあ、そのリアクション合ってるかもしれない。え、おマジで秒でなくなりました。この毛が思ったより魚なんだ。初めて食べた人の顔を感じる。いただきます。いいですよ。いけ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 。あ、きつい。あ、つい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 。うわっ、なんだよ、サメで。お、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 どうよ。切れ始め、切れ始め。あれ、ほら、あれ、あれ、あれ、逃げて。あれ、サクス、サクス。うまい。あ、これよかったね。よかったね。はい、というわけで深澤達也の食べたいものを当てろ、以上になります。以上、スノーマンでした。バイバーイ。テレビやったら全員立ったよ。食べてるやついるからね。そうだよ、まだね、本当に美味しい。めっちゃいいな、ラーメン。